お待たせしました。最近本当になんか調子悪くてさ、今日ももしかしたら止まっちゃうかもしれない。なんか最近ね、配信始めようとしたらね、エラーが起きましたってなって、私の携帯が悪いのかな、ここの場所が悪いのかな、なんかわかんないけど、なんか毎回絶対ちょっとひと手間かかる、この配信始めるまでっていう、ちょっとプンスカプンみたいな感じなんですけどもね、反抗期なんだよ。で、反抗するんだよ。お待たせしました。地球にいるよ。実家になってもちょっとなったりする。私と携帯が問題なんですかね。ありがとね。今日お話し会でした。疲れー。写真はいっぱい溜まってる、確かに。よろしく、ありがとう。体調悪いわけじゃないよ。大丈夫。でもちょっと体調崩しそうになった。ここ何日間か。なんかいろいろ発表する前とかって感じだったけど、今は大丈夫。あ、眠気が来た。配信始まったのに眠気が来たって、どういうことだ、どういうこと。天の川ドレスでした。今日はね、そんな早く終わらない予定だよ。いや、今日私いっぱい伝えことがある。いっぱい伝えたいこと なんかちょっと待ってよ。伝えたい。ことがいっぱいあるから、そんなすぐに配信は終わりません。もうなんかみんなが本当に、あ、待って、まず気持ちから語らせてください。今日はもう本当にありがとう。これでさ、絶対今タイミング的に絶対あくびじゃないと思ったけど、ちょっとごめん、ちょっとあくびが出ちゃった、すいません。絶対違ったよね、今。すいません。本当にごめん。あくびじゃないのは分かってたんだけど、どうしてもちょっとあくびしたかった、ごめん。
なんかね、じゃあみんながちょっとさ、思ったよりさ悲しんでくれてて、ちょっとびっくりした。もうなんか、え、私ってそんなに私ってそんなに泣いてもらえる人間ではないですと思って、そう、なんか、うん、すごく寂しいとか悲しいとかって言って、うん、すごいこう気持ちをね伝えてくださって、あのね、結構な方があの涙されてたので、違うよ、その涙は、その涙は違う場所、違うなんかところに流してもらっていいんだよ、私の卒業に涙を使ってはもったいないでございますと思って、いや本当にあのもらい泣きしそうになりましたが、もらい泣きしそうになったんですよ。でも私はまだ泣くのは早いと思って心を鬼にしてありがとうって言いました。ありがとうって、そう、もらい泣きしそうになった。そのなんかね、でもいろんな方がいました。やめちゃうのみたいなやめちゃうの悲しいよ、やめちゃうの悲しいよ、なんでやめちゃうのっていう方もいたし、もう現実受け止められないって方もいたし、うん、ね、私もなんかちょっともうさ、ふざけてないとさ、私ももうなんかやっていけないと思ってでも結構今日なんかもうやばい人間だったと思う。なんかもうキャーキャー泣かないでみたいなさ、もう本当にちょっとなんかやばかったかも、やばかったかも、ごめんね本当に。うん、すみません、やばこじだったかも、やばこじだったかもしれない。でもみんなに安心してほしいのは、ね、いつもグーじゃないのよ本当に、いつもじゃなくて本当に。でもみんなに安心してほしいのは、確かに芸能活動とかはしない予定だよとは言った。歌歌うとか演技するとか、なんか雑誌に載るとか、モデルさんするとか、インフルエンサーになるとか、そんなんないです。配信も、うん、しないです、うん、けれども年に発信できない
年に数回なんか幻のやつみたいな感じで、幻のやつとして出現できたら、どこかに出現できたらなとは思ってます。いや、私はもう向いてないよ、芸能活動は。多分今がそうキラキラ見えるだけで、私はね、なんか、なんだろう、なんかあれに向いてるんじゃない、あのなかった私ね、ちょっとした、これはもう本気度で言ったらめっちゃこんな感じだけど、本気度と気持ちはこれぐらい、本気度的にはこれぐらいなんだけど、そうちょっとしたね、あのあれがある、夢がある実はまだ夢があるんです。そうそう、なんかそれは本当に芸能活動とかの夢じゃない。次に私はね、今ね3つあって、1つは割と現実的で、2つ目はなかなかチャレンジャーなことで、3つ目はもう本当に今すぐにとかじゃなくて、もうすごく遠い先の未来的な感じですね。でなんかこれは別に何だろう夢がありますなりたい宇宙飛行士にも
もさ、その3つ目の、まあ、遠い先の夢って言ったのが、これがさ何らかの形でそれが10年後、私が37歳とかかな、40歳近くになって、あれ小島愛子って見たことあるなあれ名前聞いたことあるなってなって、なんか違う別の場所で、頑張ってるんだって思ってもらえたらすごいいいことだなとは思います。そうだね選挙には出ないです。走者でもない。私が都知事になったらもうあれですよ、崩壊だよ崩壊でもちょっぴり私政治には興味あるんだよね、ちょっぴり興味ないことはないんですよ、はい、ただ政界には行きません、大丈夫。まあ、そこで会うことはないでしょう。だから私にはなんかいろいろとやりたいことがちゃんとあって、で、まあ、その完全にプツッとね、これから先何をやってるのか元気にしているのか全くわからない状態にはならないようにはする。たまになんかどうしてるかなって、元気かなってみんながなんか思いそうなタイミングでちょっとチラッと出てきたりはする。まあただ芸能活動ではない。うんって感じです。そうだね、まあ普通にインスタやるかもしれないです。インスタやるでしょう。やるかな、バレるけどさ、私本当に結婚願望ゼロなんですよたまにファンの方とかにね、結婚してくださいって求婚されるんですけど、結構本当にガチめにごめんなさい、私はまだ一人で仕事がしたいって思うんです。ない、なくて、なんか別に
なんか最近行った占いとかも全部仕事運だし、なんだろう、まあそのね、その若男女どんな年齢であっても年上でも年下でも男の人でも女の人でもその間の方でもね、なんかそういろいろとその交友関係というか、なんかまあ人としてどんな人がいるのかっていうのは、そういうなんか交流はすごい楽しそうだなとは思うけど、別にそうそう人脈を作る人としてね、人脈を作るのは楽しそうだなって思うけど、別になんかおとなしくおとなしくなんか結婚してはい、じゃあご飯をお作りいたします、はい、洗濯物をお畳みいたします、絶対したくないと思って多分私は向いてないです。私をお嫁さんにして嫌だよ。人は一人で生まれて一人で死んでいくんだよ。まあまあ、とにかくたまにすごい聞かれるんですけど、全然今興味ないですね。でもなんかさ、私この間ねすごい聞いてびっくりしたことがあって、なんかねこれお姉ちゃんが言ってたんだけどなんかこの子はその私の名前を決めるときに、この子はもう気が強すぎる気が強すぎてもうすごい男ま、すごい、まあ見た目はどうであれすごい男勝りな子になるから、なんか可愛らしい名前をつけないといけないみたいなってなんか言われたらしくって、そうだから私愛子っていう名前にもなったんだってだから私生まれた時から気が強くて男勝りでな子にそうなるってなんかすごい心配されて新しい、よかったですなんか強そうな、なんかなんだろう、たけみとかなんかたけるにみみたいな、たけみとかさ、茂みとか、なんか生い茂ってる、なんか茂みとかだった、茂みっていう人いるのかな、分かんないけど、とかだったらちょっとあれだったかもしれない、もっとどう猛だったかもしれない。
強み。強み、小島強み。うん、妹が弱みとかやったら強みと弱み。小島京子らしいですよ。お姉ちゃんから聞きました。もうなんかさ、行くよ来るよ師匠みたいな、強み弱み師匠とかなりそう。私お姉ちゃんからなんかお母さんが言ってたとかですかね、多分。じゃん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 、ギフトありがとう。でも私唯一芸能活動をなんか続けますか、これで続けませんかって言われる。なら、なんかお笑い系で続けますかってどうですかって言われたらちょっと迷うかもしれない。ちょっと迷うかも。お笑い系やったら、そう、でもさ簡単な話じゃないじゃないですか。だからそれはちょっとだけ考えただけ。笑いが好きですね。てか今日の髪型めっちゃさ、なんか外巻きイエイイエイって感じで好きです。イエイ。ね、BS 吉本さんで出演させてもらったこともあったね。嬉しかったな、めっちゃ嬉しかった。なんかね、私一時ね前髪ちょっと分厚くしてたんですけど、さすがになんか分厚いの似合わんなと思ってこっちに避けたんですよ。避けたらここのね、この部分がね、なんかこの顔周りのうにょん部分がね多くなってね、なんか聖子ちゃんって聖子ちゃんカットみたいな感じになってね、結構いいなって思ったんだ。
ドゥルル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 、私の恋は南の風に乗って走るわ、あ青い風聞いて走れ、あの島へ。タタ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 タキラキラサンゴ礁、ドゥ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 、あなたが好き、ああ私の恋は南の風に乗って走るわ、あ青い走る、うんうん、あの島へ。いいよ、7歳です。でも私またね、年齢確認されたんですよ。もうなんで年齢確認してくるの。そう、年齢確認されたんですよ。だからそうなんか、と思って、免許証ある今日持ってる、まあいいですけどみたいな。感じでね。ちょっと嬉しかったです。まだ26歳ですよ。うん、まだ27にはなってないです。あ、違うんですよ。なんかね、ご飯を食べに行った時に、なんかお酒を提供するお店だったんですよ。で、それでなんか一応年齢確認よろしいですかって言われて、あ、え、されるえ、年齢確認されるんだと思って、だからお酒とかタバコを買いに行ったわけじゃないよ。確かにね、女性は大人っぽく見えるからね。確かにそうだね。最近の女の子たちみんな大人っぽいもんね。
それはすごい思う。わかる。自分の子供連れて散歩してた時に職質された。え、そうなんだ。娘とレストラン行ったら年齢確認要求された。そう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 、なんかあるんですよね、そういうお店が、しっかりしてるお店がまだこの世の中に。ありがとうございます。短冊なんか四十からさんってすごい久しぶりにお名前見た気がする。あ、写真集ですごいお世話になった。来てくれてありがとう。ありがとう、ヨシポンさん、猿山さん。今何分？分かんない、時間が。話したいこと？あと他に？え、なんだろう。でも今日はとにかく、まあいろいろなんか変なこと話したけど、今日はとにかくなんかみんなのことが大好きだなって思いました。ありがとう。本当にありがとう。なのでまあちょっと悲しい気持ちもわかるけど、わかるんだけど、ちょっと今日から先はあまりなんか卒業みたいな感じでとらわれるんじゃなくて、そのいい楽しい期間にしていきたいなっていうのが私のなんか今日伝えたかったこと、思ったことかな。うん、話し会、うん、10月は買っても大丈夫だと思う。あの11月12月が分かんないんだよね。うん、12月があれなんですよ。え、でもね、12月はね、いないかな、12月は。
いろいろとちょっとこうのあの内部の中でいろいろと話し合ってるんですけど、12月はない、違うかって感じなんですよ。ごめんよ。揉めてはないです。できるだけ会いに行けるように頑張る。ありがとう。卒業の調整、そうなんだよね。なんかさ、運営の方にもさ、なんかすごい、もうちょっとここまでどうみたいな感じですごい提案されるんだけど、していただけるんだけど、ちょっと私のやりたいこととかも、やりたいこととか考えたら、なんかよく分かんなくなってきて待って。こんばんは。一緒のことあと1年。でももう私去年の1年前からずっと、でもないこうでもないってずっと思ってきたんだよ。10月までは、10月末は完全に多分大丈夫だと思う。11月が分かんないんだよね。11月がどのくらいか。かえって私10月末までいなかったらごめんなさいとか言って「いると思う」とか言って
でもね、まあ決まったらすぐに伝えます。それまでなんかここはここはっていう、なんかずっとうん言っててなんかはっきりしないのって思うかもしれないけど許してね。でもね、今ねあることを、あることをもうずっと2期生のことをずっと初期の方からずっと見てくださってる方にあるお願いをずっとしてて、でちょっとよろしくお願いします、よろしくお願いします、かかってますって言ってお願いをちょっと2個してます。お願いを今2個していて、で1個は結構私が強めにお願いしてることで、もう1つはリコチが声を上げてくれたことです。もうすごい、もう皆さん優しすぎてもうって感じですね。ほんとなんか勘違いしてらっしゃる方ももしかしたらいるかもしれないけど、本当に STU のスタッフの皆さんってなんかすごい優しいので、なんかあれこんなに優しかったっけって、なんかもう錯覚してるんじゃないかってぐらい優しいので、本当に勘違いしないで。そう、いろいろことを考えてくださってるんですよ。ね、2つとも実現してほしい。私もありがとう、53分ね、 OK 教えてくれてありがとう。ね、エアコンのお掃除が始まりました。始まったよ。まあ今後のね ST48、 そうですね、頑張ってもらいたいですね。8周年コンサート楽しみだなと思ってた今日。
何するんだろう。猫じはいないよ。僕はいない、君の近くに。とは今でもそばにいてほしいよ。だけど君を引き止められない。トト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 ト。私グループを卒業したら時仙さんのライブには行きたいなと思っています。時仙さんのイベント行きたいなって考えてる。でも集合しちゃダメだよ。そうやってみたいんですよ。時仙さんの推し活をやってみたいんです私。楽しみなんです。私は小泉はるかさんが、はるかちゃんが好きなんです。かわいい。ちょっと毎日見てる映像見て。ってにやついてます。おはるちゃん。そうピンクの方です。でもハロプロさんのライブも楽しみ。K-POP とかもね、あのニュージーンズさんがこの間日本に来てたりして楽しそうだなって思いながら、なんかそれであの松田聖子さんの曲をハニーちゃんがカバーしたから、それで可愛いと思って。ね、TWICE さんとかもさ、いいな、行ってみたいな。ミーアイさんとかね、イコノイジョイさんとかもね、普通に女の子のアイドルのライブに行ってみたいと思って、なんかちょっと楽しみ。そう、なんかずっとなんかライブとかはあれなんですよ、なんか予定がいきなりこうポンって入るから行けないことが多くて、でいつも諦めてたり、あとはなんかそのなんだろう、関係者席とかだったら
とかその前日とかいや急遽行けることになりましたとかだったら行けるけど、その前もって数ヶ月前からとかの予定が分かんないから、いつもねイベントとかライブとかは行ってみたいなって思ってたけど諦めてたんですよ。だからそういう楽しみもちょっと味わってみたいなと思ってそうだから、あの地下アイドルさんとかのライブとかもちょっと見になんか行ってみたい、どんな感じなんだろうと思って、普通に行く、普通にチケット買って行く側とした、でも今一番行ってみたいのはトキセンさんなんですよ。かわいい、うん、毎日かわいい。だからみんなの気持ちがねすごくわかる。私のことをすごいかわいいって言ってくださるじゃないですか。私も同じように何々ちゃんかわいいねって感じで見てるから気持ちがわかる。でも私もあのそう、へーちゃんかわいいねって思ったらもうそのまま結構ストレートにもうお話し会とか言っちゃうと思う。ちゃん今日も天才だね、本当に可愛いよとかって言ってあんまり緊張しないと思う。ねえちゃんの今日の可愛いポイントを全部言うね。まずまつげがチューンってなってるところ一本一本に命が宿ってて可愛すぎますって言って次ヒップの色がもう100点満点って言って可愛すぎるよ、それ選んだの天才すぎる、すぎる、可愛くてありがとうって言うかもしれない。時間が足りない、リップだよリップ。っていうちょっとした楽しみがあります。私にはお10時過ぎた、過ぎたかな。お話し会ではそういうのを言わないといけなかった。いや違うんですよ、なんかその女の子とかだったらえそこのワンピース何々のだよねはその女性なんですけど、あ10時は過ぎた、あごめんなさい11時だったコツ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 、うん、そうなんかあの男性の方は男性の方でそのなんか違った視点で私のいいところを見つけてくれるの。そうだからそれはそれで嬉しいよ。うん。本当に
もう何でも、でも嬉しかったよ私は。なんか本気で怒ったことはそんなにない。たまになんかなんだとって思う時あったけど、実際お話し会に来る女性のファンはそういう感じが多い。いや、今私が表現した感じの方はいらっしゃいませんでしたね、うん、まあそんな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。ではそれでは皆さん、今日は本当にありがとうございました。というわけで、ですね、明日月曜日ですね、頑張りましょう。大丈夫だよ、みんなだったらね月曜日も全部乗り越えられる。大丈夫大丈夫、私でさえ乗り越えられるんだからね。大丈夫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 。ありがとう配信。じゃあね、ランキング読みます。13位世紀末の人間さん、12位四十からさん、11位カタカナのタカさん、10位ヒゲメガネさん、9位プリンちゃん、8位ザンタクさん、7位マグさん、6位ジャボテンさん、5位デサイズハートさん、4位バラちゃん、3位ウミガメさん、2位クジマサさん、1位はお疲れさん。ありがとうございます。じゃあ皆さん、また明日、ありがとう、おやすみ。